はい、皆さんこんにちは、ラピッ TV です。本日は久々に Google Earth で見つけた不思議な場所、なんとエリア51グルームレイク空軍基地から南に65キロにある謎の構造物、山の上に2つあります。この構造物は何なのか、何これで皆さんと一緒に検証していきたいと思います。それではこちらの山の上にあるこの謎の構造物見に行きたいと思います。では写真からです、どうぞ。これがその写真の山の上にあるその謎の基地としてますけど、謎の構造物ですね。ここに1つ、そしてここに1つあります。私が発見したもので、まだ誰も投稿しておりません。そしてここにさらに何か基地らしきものもここにありますので、この辺一帯を皆さんと一緒に詳しく見ていきます。次の写真です。これがその2番目の方の山の上にある四角いこういったものです。何か山を覆い隠したような感じですよね。この下に地下基地の、まあ、サイロというか何かあるのでしょうか。それとも ICBM 大陸間弾道弾の秘密の発射サイロでしょうか。皆さんどう思われますか。ここにも何か構造物、建造物があります。これが、まあ、2箇所目の山の上にある四角い謎の物体です。まあ、構造物ですね。そこまでの道がほとんどないので、これはまあヘリコプターかそういったもので飛んでここに作ったものだと、まあ私は推測します。これが何だか分かる方はコメント欄にコメントください。そしてこれ、はい、こちらがその1個目の方です。今先ほど見せたのは2番目の方です。こちらの方がより詳しくわかりますのでね、後で Google Earth を立ち上げて、いつ頃できたのか、年代までタイムマシン機能を使って見ていきます。そしてここにもありますよね、ソーラーパネルのような四角いもの。そしてここからこういうふうに何かコードのようなものが伸びております。溝のようなものが見えてますね。そして黒い物体、そしてここに丸いものと何か石油タンクのようなものが1,2,3,4,5,6,7,8個か9個並んでおります。果たしてこんな山の上に何を作っているのでしょうかね。道らしきものは見当たりません。こういったところ上がってくるならこんなところですよね。これ車で登れるような場所ではないと思います。またヘリポートもないのでね、こういったところに、まあ小さなヘリだったをこの辺に降りれると思いますが、果たしてこれは何でしょうか。これとこれの、まあ、位置関係線で結んだんですけど、距離測ると 20.71km、 ここ距離があります。この山から山までが、まあ、同じ位置にちょうど線を引いた直線上にあるといった、これは一体何なんでしょうかね。何の研究施設なのでしょうか。 20.71km の距離の山の、まあ、尾根の部分に両方立っております。そしてここに、まあ、空軍基地のようなものもあります。そして次です。はい、これがナンバー2の方ですね。こういった、まあ、拡大するとこちらの方はただ四角いこういうコンクリートで固めたような、何かスライドするような蓋のようなものがあります。これ多分半分ぐらい開くだろうと思います。これが上がちょっと蓋的で大きいので、これがスライドしてここまで開いて、これぐらい頭を出すという感じに見えます。これ地下サイロで ICBM 核弾頭の発射サイロでしょうかね。こういったのに詳しい方はぜひコメントをお願いします。こんなところに作るのでしょうか。それとこれがそのナンバーワンの方ですね。そして日にちが2014年、これは9月の写真、衛星写真、それに写り込むのがこれです。1,2,3,4,5,6個でしたね。
ちょうど石油タンクのようなサイロのようなものが6個見えております。その横にさらに丸い物体、これは果たして何でしょう。なんでドーム状の円形のものがここにあるのか、そしてここに黒いものが見えております。これが何だかも分かりません。そしてここに何かでつながってますよね。そしてソーラーパネルと言いましょうか、四角いこういう白いかなり大きなものがここに貼り付いております。これはひょっとしてアンテナなんでしょうかね。そしてここにずっとコードのようなものが見えてもらいます。そしてこれがその不思議な、まあ、建造物というふうになります。あたりにヘリポートもないし道も見当たりません。山の上にあるこれが、まあ、謎の、まあ、構造物というふうになります。これが写真でいうところの2014年9月の写真にははっきりと写っております。そしてこれが2010年6月です。今から12年前ですね。約今から12年前の、まあ、写っているタイムマシン機能で写してはっきり写っているのを今お見せしております。この黒い部分は何でしょう。そして丸い白いドーム状のもの、そしてさらにこの石油タンクのような6個並んだものは果たして何でしょう。これは何でしょうって分かっている方はぜひコメントをお願いします。私が見つけた Google Earth の不思議な場所、何これは、これですね。これともう一つ、先ほどの二つ目のも四角いのが山の上にあります。離れた場所、約21キロ離れた向こう側の山の方に同じような感じで作られております。これは果たして軍事施設なのでしょうか、それとも山とか農業用の何かなのでしょうか。まあこの辺に住んである方で詳しい方はぜひコメントお願いします。そしてこれ引いたところです。山はこんな感じで見えますね。見晴らしはいいです。こういったところからヘリコプターで飛んできてここに降りることは可能ですね。そしてこれを作るということは、まあ、ヘリコプターで運べば可能だということです。陸路ではかなり苦しいかと思われます。そしてここに、まあ、ソーラーパネルがアンテナのようなものが見えてます。そしてこれ別の方向から見たところです。ここに丸いものがありますよね。ここにヘリコプターが着陸するのかな。そして次です。はい、拡大したところです。果たしてこれは何でしょう。本当に何これですよね。2010年6月の写真、そしてこれ、そしてこれとなります。そしてこれ、これが2016年3月というふうになります。それではね、詳しく Google Earth 立ち上げて見ていきたいと思います。この座標はね、下の概要欄のリンクに貼っておきますので、あなたもその目で見てみてください。一つ山の上はこちら、そして二つ目がこれ、そしてこの山と山の、まあ、一番平野、平らな部分にこういった、まあ、空軍基地かこういった駐車場というか車がずっと並んで置かれた場所があります。軍用車なのでしょうか。これに詳しい方はぜひここは何々の場所ですよということも教えてください。ここに何か車が並べて置かれております。こんな、まあ、山の中の場所にこういった軍用車両なのか普通の車両なのかは分かりませんが、まあ、色的に軍用車両の戦車か、まあ、そういったものに見えます。皆さんはこれは何でしょう、何というこれは基地なのでしょうか。まあ、明らかに基地に見えますよね。こんなところに自動車の、まあ、輸出用の自動車を置く場所ではないと思われます。こんな山の中ですね。これが、まあ、一つ不思議なものですね。その山と山の間のここにあります。そしてその周辺にも、まあ、いくつか不思議な場所があるのでお見せします。こう引いていきますとね、まず特徴的な、まあ、この辺の農業の方法ですね。円形にこういうふうに作られる特殊な、まあ、農耕の場所となります。なんか円グラフに見えますが、これは農地ですね。こういった感じで
何かを栽培してます。水をこれ回転しながら撒くためのものです。これがこの長いところからスプリンクラーでずーっと水がね撒かれる農法ということになってます。これも不思議ですよね。アメリカではこういった場所が多いですが、はい、こういったものも映っております。近くにあるのはこれですね。それと、まあ、謎の基地にあるところの近くにあります。こちらが、はい、ゴルフ場までありますね。こんなとこ、こんなところに、まあ普通景色のいいところにあるゴルフ場が砂漠の中にあるゴルフ場です。なんていうゴルフ場かも分かりません。これは、まあ、個人が所有したゴルフ場なのか、それともこういった基地ありますよね。何か飛行場の跡地みたいなようなものまでこういうふうにあります。発見した場所です。その中にあるこのゴルフ場のようなもの、果たしてこれはまた何でしょうか。まあ、この名前が分かる方はまたそれは何ですよというコメントもお願いします。そしていよいよメインの山の、その脱線しましたがね、謎の山のこの2つ頂上にあるものを見ていきます。こちらの方から見ていきます。はい、今日は長くなってもお見せします。はい、これが謎の、まあ、山の上にある構造物となります。これがソーラーパネルのようなもので、ここから何か管のような、まあ、線のようなものが伸びております。そしてここに6つの何かタンクのようなものが見えて、丸いドームのようなものが見えております。回転してみます。これこういった感じで見てみたいと思います。そしてこれを、まあ、タイムマシン機能で戻しますと、いいですか、戻していきます。すると先ほどのような写真に変わっていきます。はい、これが2018年6月17日。そしてさらに戻していきます。いつ頃できたかを探してみたいと思います。2018年、もっと戻します。はい、戻りました。タイムマシン機能が働きませんね。もっと、これを外しまして、はい、戻しました。2014年9月がまだあります。こういった感じで見えます。薄い感じでズームしてみます。はい、これです。丸いドームがあって、6個のタンクのようなものがあって、この黒い物体は何でしょう。そしてこのアンテナなのか、地下に入る、まあ、扉のようなものなのか、果たしてこれは何でしょう。これに、まあ、この情報を知ってある方はぜひコメントください。これが2013年6月の写真。さらに戻って2011年にもありますね。2011年5月。そしてこれが2010年6月です。さらに戻って、これが2007年にももう作られてます。そしてさらに戻って2006年にもあります。そしてここまで戻りますと、これが1999年9月にはここだけしかない。あの四角いアンテナのようなものはないです。ここにある何かが見えている、この黒いのとドーム状のと、これは1999年9月にもあるといった具合です。もうそれ以上は写真が存在しておりません。一番古い1999年にはこういった構造物はこことここに何かヘリコプターが降りるようなとこはあります。しかし次の写真で見えてくるのは、これはもうできたばかりですね。こういったものがあります、見えてます。これが2006年6月というふうになります。そしてこの大きさだけ最後に測って終わりたいと思います。メートルにします。この測ってみます。はい、これが約 18.84 メーター。この横方向を測ってみます。
はい、12.63m 対角線測ってみます。これが 23.99m となります。そしてここから黒いとこまでの距離が 30.27m、 そしてこの丸いドームの直径が 5.14m となります。果たしてこれは何でしょうか。今日見つけたエリア51から65キロ南にある山の上の2つの構造物、これは果たして何でしょう。分かる方はぜひコメントお願いします。今日見つけた不思議なエリア51近くの山頂の2つの山の上にある謎の、まあ、構造物を見つけましたので皆さんにご紹介しました。これが今日見つけたGoogle Earthで見つけた不思議な場所、この山の上にある2つと、ここに基地もありますし、ゴルフ場のようなものまであるといった不思議な場所、このグルームレイク基地から南へ65キロの地点にあります、この不思議な場所、ぜひ皆さんも座標貼っときますので調べてみてみてください。今日はこちらの謎の、まあ、山の上の構造物を皆さんにご紹介しました。果たしてこれは何でしょう。何これでした。ではまたです。さようなら。